今回のこのような領空侵犯は我が国の主権の重大な侵害であるだけではなく、安全を脅かすものであり、全く受けられるものではない。ロシア軍の哨戒機。防衛省などによりますと、昨日午後1時台から3時台にかけて、礼文島北方の日本の領海上空で3回にわたり領空を侵犯しました。稚内では市民から不安の声が聞かれました。いや、怖いですよね。稚内にまで来たらと思うと怖いなっていう部分ではやめてほしいところではありますよね。これはロシア軍機が通ったルートです。日本領空に近づくとジグザグ飛行や旋回飛行を続け、3回にわたって領空を侵犯しました。これに対し自衛隊は戦闘機を緊急発進させ、フレアによる警告を初めて実施しました。フレアとは強い光や熱を放つ装置で、武器には該当しないものの、無線よりも強い警告の意思を伝えるときに使用されます。ロシア軍機の侵入の狙いについて専門家はこう指摘します。8月の末には九州の近くで、中国の軍用機がやはりこの日本の領空侵犯ですね、こうしておりまして、で、それらと私は無関係ではないと思っております。中国もロシアも様々な形で、こう行うことによって、日本がこう、鈍感になるというか、日常化あるいは常態化を狙っているのではないかと思います。鈴木直道知事は今日、道民の安全を脅かすものであり、断じて容認することはできないとして、林官房長官に対し緊急要請を行いました。ロシア政府に対し再発防止を求める毅然とした外交交渉を推進することなどを求めています。